2アウトランナー2塁ということは、これ攻め方について、おキャッチャー立ち上がっている。座るかな、座った、拍手、はい、一番部員が多かったのはロッテファンですよ。はい、そうですね、はい、本当ロッテファンはフェアですからね。フルスイングしました。変化してます。もうでも今のスイングを見ているとなんか気持ちだけがスタンドに行っていて、はい、いや変化球ですけどもね、ストライクゾーンで勝負してますからね、はい、本当。勝負しない、勝負するイコールがストレートだけっていうのは間違ってると思うんですよね、はい、そういうことですね、はい、そうじゃないと面白くないですよ、はい、記録ができても。これも外への変化球です。トゥーナッシング、追い込まれました、まあ、こうなるとバッテリーとしてはストライクのコースは使ってこなくてもいいわけですよね、はい、55本のホームランのうちマリンスタジアムでのホームランは6本、最も確率の高いマリンスタジアムですが、今日のこれが4打席目、1番カブレラ、三振、フォークボール三振、三球三振に終わりました。残念カブレラ、56号は出ません。いや小林君、これ来年さらなる飛躍をしそうな投球でしたね。素晴らしかったですね、はい、7回の表西武